今回ですね、DVD 介護が、初ね、みんなのところに、ね、届くということで、はい、DVD 介護ね、はい、今回は、ね、今回は、あの、ナオさんがね、うん、なんかやったんでしょ。そう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 、何やったの。あのね、サンプルでね、サンプルでね、軽くね、サンプルで、うん、なんつうの、まあ、こういうことやりますよっていうことを、うん、あ、まあ、軽く俺なりに、うん、サンプルでね、何やったの。あのね、そう、何やったって言われると、うん、まあ、なんつうの、やっぱ俺ってさ、やっぱサッカーじゃない。そう、そうでしょ。ベースじゃねえのか。俺ってサッカーじゃない、やっぱ。なんだかんだ言って。まあ、うん、だから、ちょっとあの、皆さんにね、皆さんっていうかこう、来たわけですよ、お手紙で。うん、なんだかサッカーできるんですかって。見たときねえよ、と。うん、まあできるっちゃできるね。そう、できるっちゃできるけど、そこまでこう、フィーチャーしたことないじゃない。フィーチャー、うん、サッカーをやってる姿です。だから、俺はそれをあのやったわけ。リフティングとかしたわけ。サッカーやってる、そう、俺らも見たことないよね。あんまないね。ね、それで、俺がこうちょっとあのカメラマン、ニョロリーダーと、うん、一緒にさ、うん、公園で撮ってきたわけ。なるほどね。サンプルね。それが今回入ってるわけ。そう、サンプルね。何を撮ったの。それでちょっとリフティングとかちょっと小技をね、うん、披露したわけ。あ、そうなんだ。小技、うん、リフティングね、うんうん、リフティングとサッカーってそんなになんか密接なんですかね。みんな何やんの。そうでしょ。何やるかな。そう、一人一人がこう何をやるかですよ。あ、ね、西君は何やる。すっげえ盛り上がったけど何やるの。何やろうかな。いや、わかんないけど、うん、まあでも、あれだね、きっとこう見てくれてるみんなは、うん、あれですよ、こう僕ら5人こう、ね、同じバンドなんでね、うん、一緒に遊んでたりとか、うん、まあ、ライブやってる姿はやっぱ見てるじゃないですか、うん、まあね、僕はね、ちょっとずつこう日常生活をね、うん、ちょっとずつこうつまびらかにしようかなと、うんうん、思うんですよね、うんうんうん。俺ね、俺なんだろうな、俺料理とか。ああ、なるほどね。3分クッキングみたいな感じで。そう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 。ててえってやつだね。ててね。例えばアッキーは。アッキーでも楽しみだからね。貴様。楽しみだから。そう。うん、ああ、じゃあ、せっかくね、うん、こういうね、DVD だからとか。で、事務所の人が動いてくれるわけじゃん。はいはいはい。だからさ、どうせだったら一人でやんないこと、うん、一人でスキー行きたいけど行けないみたいな。あだから確かに、ね、そういうこれを使って、うん、まんまとスキーやったりとか、うん、まあ、ぶっちゃけた話、ニョロ使ってて、そういうなんか、うん、普段やりたいけど、うん、めんどくさいなっていうようなことをこれを借りてやっちゃいたいな、うん、あ、いいね。予算出るんですか。予算出るの。予算出るの。予算出るんですか。出ないのね。出ないの。自腹自腹それが出ないってことだね。低コストで低コストで行きたいなと、うん、なるほどね。じゃあしんさん。まだね、ここ決めてないんだよね、うん、いくつか候補あるんだけど、うん、まあね、でもね、もう少しね、こう違った分野も見せた方がいいと思うよ、あのシンクの場合ね。もうカメラからこう映ってるシンクは多分、メカですよ、メカ。ロボットみたいなもんですよ。やっぱね、俺暗いもん。いや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 、そんなことないよね。そんなことないよ。ないよ。意外とね、なんだ、最近なんてあれ、ゲームやってる人、ゲームやってね。でもね、全部、機械だね。いや、でもね。ガンダムも詳しいよ。あ、そうだね。そう、ガンダムだったらこいつが来てる。うん、でも、それもメガネ。どこだね。どうですか、縦穴式ジュイターが作る。でも、何気にスポーツ好きだから、そう、究極のインドアも好きだけど、うん、まあ、アウトドアでなんかやれたらいいなとは。なるほどね。一人キャンプみたいな。ちょっと好きかも。まあ面白いかもね。寂しいだけじゃん。キャンプはな。
さすがになぁ。どうなかなぁ。いいじゃない、うん、いいね、例えばそんなことはね、うんうん、まあでもトータル的にこう、うん、一人一人いろんなことができるわけですよ。できますね、うん、それをあの皆さんにこう映像でね、そうね、うん、どういった割合で、一応ですね、うん、今回はサンプルなんですもんね。サンプルなんですけど、うん、あじゃあ次もじゃあなおちゃん特大号って言ったらいいですか。ああ、いや、一応ですね、一応ですね、考えてるのはですね、皆さん一人ずつ、うん、まあ、DVD 解放に挑戦してもらいます、うん、はいはい、うん、でですね、それをまあ、ファンの人たちが見てもらいます、うんうんうん、で、結果、うんうん、投票を行います、はいはい、どれが面白かったかと。マジで絶対高いわかんないじゃん、俺これからだもん。あ、そうそう、あ、これちゃんサンプルだからねえ、皆さんね、これサンプルだもんね。なるほどね。そう、あのサンプルだなおさんがサッカー取ったら何が起こるんだよ。なんだろうね、ねえ、ベースとサッカー以外ない、うん、でも人間的にちょっとゴミみたいなもんだよ。そうか、そのことないですよ。で、まあそのね、投票した後にですね、うん、まあ、投票が一番多かった人が、うん、こう、なんだろう、もう一回、うんうん、ちょっと好きなことをやってもらって、うん、特大号ということで、うん、それは予想出るんですか。あ、それも俺らで出せってことだね。マジで。そうなの。なるほどね。うん、まあ、ね、あの黒い人はね、うん、首振ってますけどね。あれは例えばその、まあ、5人の中で誰が一番面白かったっていうので、うんうん、なんかこうね、俺らな、あ、俺らの中で得点決める。あ、それもいいじゃん。うん、あ、いいよ。ね。うん、あの、万件以上。いや、何か物にしようよ、それ。何しようか、うん、でも、全員が共通してほしいもんね。何だろう、何だろう、何だろうな、何だろう、あ、だっ、金だろう。何だろうね。あ、じゃあ、まあ、それもだからあれですよね、こう続いていくかもしれないんで、うん、そうですね、じゃあまあそれも考えつつ、うん、じゃあ第1弾はね、例えばこう靴とか、ね、うんうん、みんなが出資して、あ、はいはいはい、とか、お、いいよね、いいよ、じゃあ誰次第1弾やる、誰行く、俺は今もうサンプルでさ、こうサンプルで、サンプルだから、サンプルで出ちゃってるから、ほんと汚いよね。いや、全員の見てからやろうとしてるでしょ。じゃあいいじゃん、一周やってやればね。あ、そう、次一周やればいいじゃん、そしたら第一弾として。そうだよ。え、なんで、そこ見て、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいじゃないね、あ、いつもね、あの椅子に座る時は僕真ん中ですよ。ってことは3番行こうってことですよ。ね、いいね、この順番でさ、こう、じゃあなんでそうなんだよ。こうでもいいじゃん、じゃん。だから俺はもうサンプルで出てんだって、最初に。なるほどね。うん、そう。また、もうでも一緒。だから、このね、オーガのファンの子たちはさ、またなおちゃんかいってなるわけじゃない。あ、見たくねえよ。うん、そうそうそう。なるから、俺だったらそうだもん。頭がいいっていう。なるからさ。うん、だから。じゃトップバッターは一子が。うん、なるほどね。じゃあ、わかりました。じゃあ、まずはね、俺が。でもさ、うん、出た、一緒の18番。でもさ、いや、わかりましたよ。じゃあ、俺がやって、はい、じゃあ、まあ、俺らの中で、じゃあ、なんかね、そういう商品も、はいはい、そうですね、つつ、うんうん、で、まあ、皆さんにお届けしながら、はい、ね、こう一緒に楽しんでいくっていうね、はい、この企画です。はい、はい、ね、俺が DVD 解放で、みんなのところに、これは期間ですかね。そうですね、はい、まあ、季節ごとにね、こう送られていくと思うので、はい、これからね、あの、まあ、サンプル見てね、あの、ちょっと落胆した人もね、あの、次はきっと、うん、みんないいのができるんでね。そうそうそう、本当はあくまでサンプルだから。そうそうそう、ね、泉さんね、はい、あくまでサンプルなんで、はい、まあ、こういうことをやるよっていうことを、うんうん、ね、そうそうそう、はい、ね、はい、まあ、期待して待っていてください。はい、それでは、そんな感じで、バイバイ。